ジョニー・クロドック新人でございます。本日はありがとうございます。後半でですね、ライブやらせていただきます。札幌からやってまいりました。大体いつもこの時期なんで同じ話ばかりなんですけどもね、札幌は寒くてですね、今週入りまして雪が一度積もりまして、溶けまして、また帰ったら積もってるんじゃないかというぐらいですね、不安定な時期ではあるんですけども、やはり、東京行きますと皆さんは、いや、それは寒くなってるって言うんですけど、あったかいですね。そんな、あったかいところに来たっていう感じですね、今日一日楽しくやればと思いますんで、ぜひお付き合いいただきたいというふうに思います。ジョニー君、シックリスでございます。ちょうど明日と明後日開催されます新宿のトランスジャズフェスティバル、そちらの方に、もう出演するんですけどもね、そちらに出演するきっかけで、いつかハブさんでと思っているうちに、中川義弘さんの、ですね、お助けがありまして、数年前にここでやらせていただけるようになりましてですね、もうここでやるのは我々年に一度の一番大きな行事でございまして、盆と正月が来たような感じなんですね。今日は楽しみたいと思いますけども、トランスジャズフェスティバルも我々も今年で、もう6、7、8、9、10、9回目なんですけどもね、こんなに自分たちが続いていることもびっくりでございますしね、もう23年目なんですけども、歴史ベースでこんなに続くと思われ、だんだんね、年齢も重ねてまいりまして、膝が痛いだな、足が痛いだな、ということもありますけどね、じゃあ続きましてはですね、ジャズミーブルースを出します。
ついておりましてですね、お昼一時点があるかと思いますけども、ご容赦いただきたいと思いますが、じゃあここでですね、早速本日のゲストの中川芳美さんをお呼びしたいと思います。トランプ。こんばんはでございます。9回目ですか？すごいですね。9年前ですか、じゃあお会いしたんですね。10年前、はいはい、びっくりしました。月日の経つのは早いですね。10年経ったとは思えないんですけど、まあ北海道で僕はまさかこんないいバンドに会えるとは思わずにですね、もう簡単な気持ちでメールで北海道行くから一緒に演奏させてくれって言ったら快く招き入れてくれまして、まあ北海道高知で、まあこんなこと言っちゃいけないですからね、内心がね、まあ北海道だからで思って行ったら、もう強力なバンドだったんで、一発でお手上げで、まあこれだけいいんだったらぜひ東京に来てやってよって言ったら、まあちゃんとやってくれてね、 CD も出していただいて、いやもう本当におめでとうって言いたいです。今日はよろしくお願いします。それではパーセットの中川さんを加えましてですね、最初はスタートルズサンバーベキュThank you.
かがでしたでしょうか。楽しいです。
バンドがないわけでしてね、一緒にやりたくてもやれないというのと、集まってフェスティバルみたいなのやりたいとしてもこの7人がバラバラでやってもどうしようもないという感じで、私7つのグループを作ってもメンバーがダブルという感じがありまして、こうやってただジャズを楽しんでいただいている皆さんとか、明日明後日のフェスティバルはもう楽しみでしょうがなくてですね、ワクワクしてるんですけども、坂本君もね、明日は明日行くだろう。あ、サミットはもう最近ない。サミットとかぶってるんです。あ、かぶってるんです。いろんなところに行きたいけど、顔出してる形もあるかもしれないですね。もし明日、明後日いらっしゃらないと探していただきたいと思いますが、それでは、ここは1時40分なんですね。3ステージありますので、体力も少しずつついておりますが、ファーストセットもう1曲やらせていただこうというふうに思いますけれども、あ、その前に CD 宣伝していいか。ジョニークロデキシーピース CD を2枚リリースさせていただいてまして、こちらじゃない、こちらがですね、ファースト CD でありまして、この茶色い方ですね、こちらがファースト CD でありまして、先ほど中川さんのご紹介いただいた CD 作りなよって言われて背中を押されて作ったファースト CD アポートレートと言います。2番目はこのカマのヘアという黄色い方ですね、黄色い方です。男ばかりで黄色い方は入ってないんですけどね、カマのヘアというタイトルで、出させて、どちらもデジタルジャズの
ご存知のようにたくさん入っておりまして、お買い得となっておりまして、本日も2000円でご提供させていただきたいと思います。でも2万円作ってからもう1時間作る、もう6年ぐらい経ってるんで、そろそろっていう声もありまして、明日明後日これ行っても持ってるよって人多いんでね、リーダー3枚目よろしくお願いしますよっていう感じなんですけども、あのここでね、メンバーをね、紹介するの忘れてましたそれ今リーダーの話をして思い出したもう緊張してますけど、かなりね、こちらから参りましょうか何か考えられたかな、クラリネット、増田俊英歴史の感じは大先輩ですね、こちら、先ほど揃っておりました酒元博次、ドロンボーンで、こちらになります、今日はですね、ワイシャツが新しいですね何の話ですかあのまだ折り目のついたワイシャツでね、引いておりますね。あの彼結構あの、ね、背中が広い、体が広いんですけどねあのワイシャツを東京で買ったら同じサイズのサポート買ったのよりも小さいって言ってるんですね江戸前じゃない、よくわかるな細身でちょっとが痩せがまだ感じで、素晴らしいピアノです、ピアノ板井博士、こちらでございます、他のサポート大変珍しくてですね、なかなかこの楽器の名前もすぐに覚えていただけなかったりしますが、東京ね、あのタワーとシンデは皆さん聞かれていると思います。バンジョーでございます、バンジョー滝川雄三そしてずっと奥におりますけれども、ね、札幌からコントラバスを担いでまいりましたあの途中飛行機に頼んでねこう輸送してもらったんですけどもね、札幌から持ってきたという自分が聞いております、ベース豊田武史そして私は初めてのお客さんがもしいらっしゃいましたら失礼なので、私はリーダーでございません。リーダーでございません。トランペット MC 阿部寛和、どうぞよろしくお願いします。残ったのがリーダーです。最後に残しておいたのがリーダーでございますね。奥に鎮座しております。歴史研究のリーダー、ジョニー黒田。そしていつもお世話になっております。本日のゲストトランペット、中川義義。ではファーストセット最後にセントリスブルースをお楽しみください。
作っていただいて、私のアルセットをお楽しみいただきます。ジョニーとヘクシープリンス、そしてトランペットの中野義弘。それではちょっと3分でまた皆さんの会談をありがとうございます。